さあ、街のアイドルの顔が戻りますよ、皆さん。シャララン、シャララン。はい、それじゃあ、進んでいきますか。ピラミッドの中へ、向かいます。友蔵、友蔵さっき、おらんかった街。行くか。猫飼いたいな。うまくいくといいね。うまくいくといいねというのは。ああ、旅の疲れで険悪なムード。気をつけてよ。そっちこそ。二人ともカリカリしないで。かわいいけど怒ってるところも。ああ堪忍袋爆発。いや、ほらほら、落ち着いて落ち着いて、二人とも。そんな仲違いしてる場合じゃないよ。転ばないで。優しいね。ちゃんとそうやって呼びかけていこう。お、来たか。シャララーン。シャララン、シャララン。踊り子だ、踊り子。さあ、ここはね、もう街のアイドルだから。名がすず。すずちゃんの顔は、速攻で取り戻して帰ります、私。食らうのだ、劇薬フラスコー。だけやるね、アイナ。わあ、めっちゃ上機嫌やん。おお、いい格好させない。あ、でもちゃんとやっつけたからね。改めてルミネの行動、ちゃんと攻撃回数が増えたということでいいんじゃなかろうか。お、かっこいいぞ。ああ、ふふふ、甘いささやき。甘いささやきって聞いたらなんか良さげやけど、もうさっきの顔的にはね、確実に、なんか、こういう美味しい話がありますけど、いかがでしょうみたいな感じの顔やん。ちょ、敵になんか賄賂を渡す的な。お、すごい、いいぞ、いいぞ。今めっちゃ聞いとったやん。軽やかにかわす、かっこいい。ほほう、これはなかなか。見とれてる場合じゃないよ。ああ。お、いい気分で力がみなぎる。手伝うね。ありがとう。おお、あっという間やった。マジか。ありがとう。いえいえ。やったやん。大勝利。はあ、緊張した。あとちょっとで、ミラさんのレベルが上がりそうな感じ。穴を掘る。なぜここで技を繰り出した？はい、中身は550ゴールド。さあ、ここで砂漠の踊り子、すずちゃんの顔がね、戻ったということで、その朗報をちゃんと街のみんなに伝えに行かなければ、絶対みんな喜ぶよ。特にあの男の人。好きレベルアップ。好きかも。二人は敵討ちを覚えた。相手が倒れた時に発動する復讐の一撃、許さない。恐ろしいわ。お、誰の部屋？クルボンの部屋に行きたいな。向かいますか。はい、向かいます。思い出をつかとっている。ふんふん、皮がなくなってそれがゼリーにくっつきやっつけたということかな。そんなことがあったんだよ。てか君も見てない？ゼリーではなかったかもしれんけど。好きかも。二人はあげるを覚えた。相手が回復グッズを使い切っちゃった。そんな時に自分のをあげる。優しい。でも自分用に置いといた方がいい気もするけどね。はい、じゃあ料理を。お任せで。どうや。あー、私だけ死んでる。はい、そしてゲームコーナーでルーレットを。ボロボロか。私もなんだけど、ボロボロなんだよな。もっといいものをください。ほい。お、これチーズケーキいきそうじゃない？ほらー。チーズケーキ、やったね。
ゲット。チーズケーキの乗せ方、皿の乗せ方めっちゃ独特よね。あ、違う。普通なの、あれが。はい、お小遣い。じゃ、ミラさん、スイーツの槍、いいね。買っておいで。かわいい。なんか全然痛くなさそうやもん。なんかアポロとかでつつかれよる感覚。はい、そして、クレミン、ジンベイの猫。和風。さあ、これは何色がいいかな？でも、この色が一番渋くていいような気はするんやけど。ああ、でも、あ、全体的にいいな。まあ、合いそうな色を揃えとるよね。どうしよっかな。これにしようかな。じゃ、これでいきます。ちょっとピンクが混じった感じ。はい、それじゃあ、出発。武器と防具も揃えたことだし、行きます。さあ、それじゃあ、ちょっと一旦帰りますか。一旦すずちゃんの顔を見に行こう。見に行こう。戻ったことを確認しに行きましょう。すずちゃん。さあ、街のアイドルの顔が戻りますよ、皆さん。シャラランシャララン。ま、顔がなくても可愛いもんな。はい、来たー。シャララーン。戻った戻った。嬉しいなー。お礼にこれをプレゼント。お、隣のの宝石 A をゲット。ありがとう。シャララーン。隣のの町にようこそ。今日も元気に踊りましょうよ。シャララン、シャララン。よくこのドヨンとした空気の中、そんなことを言えますね。はい、それじゃあ新たな顔を見つけに行きますか。とりあえずはちょっと友蔵の方向に進んでいこう。行くか。ゴーゴー。それ本当？別に何も言ってないよ。ん？みんなが、みんなが銅像に。でも出来が良すぎる。は、夢か。あんな恐ろしい夢は見たくない。クレボンはいつの間にか、いつの間にかお昼寝をして癒された。お昼寝しないで走っていたはずなのに。なぜいつの間にか寝ることができるんだ。どっちに進む？上へ行きましょう。楽して勝ちたい。それはちょっと無理かな。楽してはちょっと無理かな。多少の痛みは伴うかもしれない。食らうのだ。劇薬フラスコー。いいね。おはよう世界。険しい顔でおはよう世界。無事でよかった。なんかね、もうちょっとレベルが上がりそうっていうとこまで行くけど、なかなか上がらんよね。ここまでレベルが上がってきたら、なんかなかなかレベルアップってならん。一回一回の経験値が少ないんだよ。お、どっちのスイッチを入れるか。よし、これはこっち。右行け。お、MP 飴。リミネは MP 飴を1個ゲット。これさ、1回しかできんけどさ、もう片方もめっちゃ気になるよね。何か言った？いや、靴下に穴が開いてるって言っただけです。大丈夫です。さあ、来た。奥から転がってきたやつはモンスターじゃないと思った、一瞬。劇薬フラスコー。いけい。真ん中のマミーだけ。私も手伝うよ。エクスプロージョン。お、いいね。二体ともめっちゃなんか頑固そうな顔しとった。結構頑張ったね。でも二人でやっつけてたけんね。あ、二人手助けは入っとったけど。はい、到着。宿屋を見つけた。どんだけ宿屋あるなんて感じやけど。
ちょっとずつ、ちょっとずつ不満が解消してきてる。しかし、部屋を変わりたいって。クルボンの部屋に行きたいな。なるほど。そうか、やっぱり一緒にはいたくない感じですか。はい、じゃあここね。暇だな。部屋に来といて暇っていうのはどういうことなの。お、ミラさんを再びめちゃえん。次はどんな感じかな。お待たせ。あミラさんはさ、なんかボーイッシュすぎるよね。イメチェン後が。別人だよ、確実に。だってもう、男やとしても、短すぎる髪の毛やもん。ほい、それじゃあ料理。お任せで。どうぞ。あー、私死んでる率高くなってきたかもしれない。やっぱり好き嫌いが災いしてるのか、ここに来て。ほい、そして、ゲームコーナーでルーレットお、クリスタルボトル。これあゆなやろ。いいやん、クリスタルボトル。今のもうね、パッと見からして危険っていうツボもいいんやけど。やっぱ綺麗な感じのものを持ちたいやん。イェーイ、武器クリスタルボトルゲットはい、じゃあこれをアイナに渡します。いいね、似合うね。綺麗綺麗。はい、それじゃあ。違う。はい、それじゃあ。お小遣い。さあ、これで、ミラーゴーグル。ゴーグルがメインなんやね。ミラーゴーグルを買ってきた。よし、いいぞ。これの色とかは、ゴーグルの色が変わるの。あ、違うよね、やっぱり。あ、なんか茶色いの可愛いな。あ、でも、うん、茶色2種類ある。あ、オレンジか、これ。オレンジか、茶色か。どうかな、オレンジの方がなんかちょっと明るめかな。こっちにする。ちょ、なんかかっこよくない、ね、スーツって感じ。はい、それじゃあ、ミラさん、鬼の翼。怖い。強そう。じゃ、これは、あ、ピンク可愛いかも。じゃ、このピンクいくね。はい。行きましょう。武器とのバランスもいい感じ。色味的に。はい、じゃあ出発。します。これも友蔵んとこ。いけるー。よ、友蔵。そんなにびっくりしなくても。むむむ、君も探検かな？ならいいことを教えてあげよう。秘密の暗号だよ。スイッチ入れない、入れる、入れる。スイッチ入れない、入れる、入れる。覚えておくといいかもね。ふんふんふん。いつでもここに来たら聞ける？スイッチ入れない、入れる、入れる。私が覚えとかんといかんやつかな。自然。自然にやってくれる。ここよね、多分。あ、ここは違う、あれや。宝石か。行き止まりか。壁に穴が4つ開いてるけど。今は ?3 つ？あ、さっきもらった宝石。ああ、2つしかなかった。でも開かないか。あと2ついる。宝石があと2個いるみたい。まあ、まだしょうがないよ。別のところへ行こう。ほい、行きます。行くか。ゴーゴー。ミラーゴーグルの反射が素敵。あ、これや。スイッチが並んでいる。最初のスイッチは、入れない。2番目のスイッチは、入れる。3番目のスイッチも、入れる。スイッチ、入れない、入れる、入れる。隠された道が開いた。イエーイ、やったね。やっぱ覚えとかんといかんやつやったか。普通に。あ、あっという間。近道？
ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。